三陸は地震が起きて津波が来るという繰り返し来るところです。でその津波を見た後にまたすぐに避難を始めまして、最終的には恋の峠っていうこの町の中でも一番高いところなんですか、こう山を越えるような峠なんですけれども、その経験をもとに地域では防潮堤を作ったり避難訓練をしたり、当時の経験を伝承するなどソフトとハードの対策をやっていました。やっぱりあの時学校でたくさんの子どもと先生が犠牲になったのはやっぱここだけなんですよ。だからやっぱり多くの人が知るべきだし、特殊な例だと思います。